家庭内労働者。家庭内労働者あるいは家事労働者とは、家事を仕事にする労働者のことである。その多くは、料理、アイロンがけ、洗濯、掃除、食料雑貨の買い物、飼い犬の散歩、子供たちの世話、乳母という家事を行う。かつては、家政婦と呼ばれたりしたが、近年では家事代行者という言い方も多い。家庭内労働者は、かつて社会階層の一部として、 それぞれ役割の異なった仕事を担当していた。執事バトラーは上位の家庭内使用人で伝統的に家庭のワインの管理と他の使用人の管理を行う。女性の使用人は女中またはメイドと呼ばれる。男性の場合ハウスボーイと呼ばれることもある。この種の社会階層に基づく家庭内労働者像が先進諸国でほとんど時代遅れなのに対して 低開発国では収入を得るために役立つ社会的役割を果たしている。このような複雑な階層構造が階級制度、カースト制度の中から発生した場合、階層の境界線が高級化され、社会的機動性が制されていく。近年になっても、例えば1日に15時間は働くことがなどの劣悪な労働条件を余儀なくされている。 家庭内労働者の権利の救済のために国際労働機関 ILO は2011年6月に家事労働者のディーセントワークに関する条約家事労働者条約第189号を採択した ILO による2010年の推計によると全世界で家庭内労働者として働く人は5255万人であるとされ 1990年に比べて6割増えている。地域別に見ると、アジア、太平洋地域、すなわち中国、インド、東南アジアでは2147万人、2010年、中南米、カリブ海地域では1959万人、同、アフリカ地域では524万人、同、先進国地域、西欧、北米、欧州、 日本などでは356万人、同、中東地域では211万人、同、東欧 CIS 地域では60万人、同となっている。就業先の国別では、中国、ブラジル、インド、インドネシア、フィリピンなど新興国が目立つ。経済成長に伴い女性の社会進出が進む。一方、福祉制度は充実しておらず。 家の面倒を見てくれる家政婦の需要は高まっているためと分析されている。一方繰り出す。国の側からすると受け入れ先の国などが経済危機などに陥ると建設労働者の働き口は減ってしまう恐れ高いが家事労働者の需要は減りにくく安定しているという利点もある。家庭内労働者の地位や待遇はエンジニアや看護師などの専門職に比べて低い。ILO は 家庭内労働者の賃金を他の職種に比べると平均して4割程度と推計する。香港を拠点に世界46カ国、地域の家事労働者を支援する国際家事労働者連盟によると賃金の相場は香港で月6万円、フィリピンのマニラでは月1万2000円程度である。待遇については住み込みで働く人も多く長時間労働を強いられがちである。 雇い主による虐待事件も相次ぐ。主な受け入れ国は中東諸国と香港、シンガポール、マレーシア、台湾がある。このうち香港は7世帯に1世帯が外国人家庭内労働者を雇う家政婦大国と言われる。1974年に受け入れが始まった。女性の社会進出と密接な関係がある。 香港における女性の労働人口は1986年には99万人だったが2014年には189万人に増え労働人口に占める女性の割合も37%から49%に増えている。最近では家政婦は33万人ほどいるとされるがそのうち9割以上がフィリピン人とインドネシア人が占める。 家庭内労働者を雇うのは裕福な家庭に限らない。香港中文大学の兼任准教授、相田美穂が約80人に面接調査をした結果では、共働きで世帯月収が1万香港ドル、約15万円でも、家庭内労働者を雇うことは珍しくないという。なお香港では外交人家政府の最低賃金が定められており、2018年9月28日時点では、 最低月給4520十香港ドルである。ただし、最低月給とは別に、食費手当も1075香港ドル支給する義務がある。また台湾では、1992年に外国人の家事代行を解禁したが、家庭に住み込む形式がほとんどであるため、労働時間の管理が問題となっている。二千十五年秋、フィリピン人女性が、雇用主が外に出してくれないと、 涙目で訴えた。働き始めて6ヶ月にして、初めて1日の休日をもらえたという。外国人の就労を担当する、労働部労働力発展所の蔡武史良副所長は、雇用主が週7日働かせても、ちゃんと残業代を払い、労働者が合意していれば政府は何もできない。という。また台湾では、外国人家事代行サービスについて、外国語交じりで、 子供の世話をされると子供の文化やアイディンティに影響が出るという指摘もあり最近では受け入れの条件を厳しくしているというシンガポールでは1980年代から外国人家庭内労働者の雇用を奨励してきた結果2010年代には5世帯に1世帯までに雇用が拡大したシンガポールの家庭内労働者は安い賃金で雇用できるインドネシアや フィリピン出身者が多く、約21万人に上る。これらアジアの国々に家庭内労働者を送り出している。主な国はフィリピン、タイ、インドネシア、スリランカ、エチオピアである。台湾ではベトナムとモンゴルからの労働者が多い。特にフィリピンは出稼ぎ大国と言われるほどで国民の1割が海外で暮らす。2014年に 海外へ渡った家事労働者は18万人で2009年に比べて2.6倍に増えた。教育費などを稼ぐため子供を自宅に残して単身で出稼ぎに出る母親も多い。2006年アロヨ大統領は家事労働者をブランド化し待遇改善につなげることを目的としてスーパーメイド計画を打ち出した。新たに渡航する家事労働者に1日8時間。 27日間の訓練を受けることを義務付けた。そのために家事労働者を養成するための訓練学校がフィリピン全土に271校ある。同国政府はフィリピン人家事労働者の受け入れ国につき400ドル、約5万円の最低賃金を要求しており、サウジアラビア政府などと協定を結んでいる。しかし、国際家事労働者連盟の事務局長、エリザベス・タンは、 月400ドルでも十分な賃金とは言えず、仲介業者から紹介料の名目で月給の8ヶ月分を請求されるケースもあり、家事労働者の立場の弱さは変わらないという。日本では2016年家事労働のプロフェッショナルと認める資格である家政師が誕生する予定である。全国約600の家政府紹介所が加盟する公益社団法人。 日本看護家政紹会事業協会が資格試験を始める。筆記試験の他掃除や炊事の実技試験も行う。対話能力やマナーなども採点対象であり、合格率は6割を想定する。将来的には、就職度別に1級から3級まで設ける予定である。同協会事務局によると、家政婦を雇いたいという需要は30歳代から40歳代が、 多いが、実際に、家政婦として働いている労働者は60歳代が、差は。そこで、同協会は、資格化することにより、社会的評価を高めれば、賃金も上がり、若い働き手が増えることを期待しているという。現在の平均賃金は、時給1200円程度だという。東京都文京区にある家政婦紹介所、ケアワーク弥よいには、約100人の家政婦が登録しているが、 平均年齢は60歳以上であり、年々上がりつつあり、若い働き手を集めるのに苦労しているという。サウジアラビア労働省の2008年末の資料によると登録されている、家庭内労働者は120万人、そのうち女性48万人がメイドとして登録されている。家庭内労働者を送っている国は、インドネシア、インド、フィリピン、スリランカが主である。 家事商人の雇用は、イギリスのエドワード町、ビクトリア町とアメリカの金ピカ時代で全盛だった。これは、総力戦であった第一次世界大戦時、戦場に行った男性の代わりに、それまで使用人を務めていた女性が工場などで、労働者となる経験を経たことによって、衰退してゆくことになる。20世紀後期になって、中流階級の女性が、 社会進出をするようになると、家庭内の家事労働者が奪われることになり、結果として清掃婦と子守の急激な雇用需要の増加を引き起こすことになった。ヒスパニック移民などがこの需要を満たしている。一方で、家庭内労働者の権利関係も厳しい目でチェックされるようになっている。2007年から2008年、ベルギーのホテルに滞在していた UAE の女性王族らは、 アフリカ出身者を中心とする使用人の女性23人を非道に扱ったとして後日起訴された。2017年、ベルギーの裁判所は大族らに執行猶予付きの禁庫1 5ヶ月と罰金16万5000ユーロを内容とする有判決を下している。ラテンアメリカとアフリカでは家庭内労働者は働く場所と同じ国の出身であることが多い。給料の一部として 食事と部屋をもらう、住み込みで働く場合が多いが、食事と部屋だけで給料が支払われないケースもある。日本政府は2016年春より外国人による家事代行サービスを解禁する。地域を絞って規制を緩める国家戦略特区制度を活用し、まずは神奈川県で外国人労働者を受け入れ、その後大阪府にも拡大することが検討されている。 人手不足が進む中、家事代行の担い手を増やして、女性が仕事をしやすい環境を整え、経済成長へつなげる狙いである。これまでは、現行の出入国管理法上家事代行を目的とした外国人の入国を原則として認めていないため、日本人と結婚しているなどして、すでに在留資格を持つ外国人による家事代行しか認められていかったため、働き手は限られていた。 炊事、洗濯、掃除、買い物といった一般的な家事や子供の世話が対象になる。利用料金は決まっていないが、日本人による家事代行と同じなら、2時間で5000円程度が目安となる。この特区の制度を利用して、ベビーシッター大手のポピンズ、本社東京都渋谷区では、2016年3月にも家事代行に外国人の派遣を始める予定である。 直接雇用で研修を受けた外国人が家事の代行や保育所への送り迎えを行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。